こんにちは。英語のコーチのすむです。動画を見ていただいてありがとうございます。今回のビデオでは英語で在宅勤務を表してみようと思います。で先日こういう面白い記事を見つけました。オンラインで働く外国の労働者は自社で働く、従業員ほど有能ではない。外国人の人たちはそれほど、有能ではないかもしれないって書いてあって、で格段にコストが下がるって書いてあるんですね。で、これもしかしたら私 の, ちょっとした見解なんですけど、オンラインでこう働ける環境が結構整ってくると、外国人からも仕事が奪われる可能性があるんじゃないかなっていうふうに、感じた一部の記事ですね。で、ちょっとそれが、今日の問題ではなくて、英語で在宅勤務を表すということになるんですけど、在宅勤務を、英語で表すと、リモートワークです。で、働くっていうことなんですけど、これ文章で作ってみると、We work remotely っていう感じの文章になります。これで在宅勤務っていう感じになりますね。で、結構こういう面白い記事を元に、ですね、例文を作ってみるとなんかいい感じになると思うんで、ちょっとでも皆さん楽しんでいただければ幸いかなって感じですね。さよなら。最後まで見ていただいてありがとうございます。少しでも英語の勉強方法などに役に立ったっていうのであれば、チャンネル登録をしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。